こんにちは、パワミです。本日はシェアポイントリストでのデータベース作成方法について解説します。本日の流れです。はじめに前回のデータベース設計を振り返ります。次にデータベース設計に沿ってシェアポイントリストでデータベースを作成します。前回データベース設計をしたので、今回はそれに沿ってシェアポイントリストを作成するだけです。パワーアップスのデータベースとしてシェアポイントリストを使う際の注意点も一緒に解説するので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは、Power BI、Power Apps、Power Automate 等 Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめに Power Apps でアプリを作る基本の5ステップを振り返ります。全体の流れとしては、アプリ設計、データベース作成、アプリ開発、テスト修正、発行共有の順に進みます。今回は2ステップ目のデータベース作成をシェアポイントリストでデモします。前回のデータベース設計も振り返ります。店名管理と買い物管理は一対多のリレーションシップで紐づいています。シェアポイントリストではリレーションシップができないため、パワーアップス側の実装で少し工夫します。また前回忘れていましたが、入力必須項目にはアスタリスクをつけました。続いて、材料管理、レシピ管理、カテゴリー管理、献立管理のデータベース設計です。今回はこれらのデータベース設計を見ながら、シェアポイントリストを作成していきます。それでは実際にシェアポイントリストでデータベースを作成していきます。今回 Teams で PowerApps チュートリアルチームを作り、このチームのシェアポイントにリストを作成しようと思います。このようにチームのシェアポイントリストを使うことで、元のデータベースにはチームのメンバーだけがアクセスできるようになります。例えば、社内の物品購入を担当する部署のチームでシェアポイントリストを作り、パワーアップスを使って他の部署からも物品購入の申請を受けるとします。アプリのアクセス権はシェアポイントリストとは別に付与できるので、全社員がアプリを使えるようにでき、データベースであるシェアポイントリストには物品購入部署のチームメンバーのみがアクセスできるようになります。 Teams のシェアポイントのページは3点リーダーから開けます。ちなみに、シェアポイントやパワーアップスを使うときのブラウザは、Microsoft Edge や Google Chrome が良さそうです。インターネットエクスプローラー11は、2021年8月に Microsoft 365のサポートを終了しているので、使わない方が良いでしょう。ちなみに私は、シェアポイントやパワーアップスはいつも Microsoft Edge で開いています。シェアポイントリストは、ホームタブから、新規、リストをクリックして作成できます。空白のリストを選び、はじめにショッピングリストを作ります。シェアポイントリストができたので、ここでデータベース設計通りに列を作成していきます。シェアポイントリストとその他のデータベースの比較については前回の動画を参考にしてください。シェアポイントリスト作成時の注意点、ポイントは2つあります。列名は最初英語名で作成することと、写真等のイメージを保存したい場合、もともとある添付ファイルを使うことです。1つ目の列名について、日本語で付けたい場合でも最初は英語名で作成します。列名は内部名と表示名があり、表示名は今表示されている列名で、後からいくらでも変えられます。一方、内部名は最初につけた名前からは変えられません。内部名は PowerApps の実装でも使うもので、日本語でつけた場合はエンコードされて分かりづらくなってしまいます。試しに買うものの列をテキスト型で日本語名で作ってみます。内部名は少し面倒ですが、ギアアイコンのリストの設定から確認できます。列名をクリックすると、URL のフィールドに表示されているのが内部名になります。2つ目の注意点として、SharePoint リストでは
データ型としてイメージ型の列を作れます。写真等を保存したい場合に良いのですが、パワーアップスでは2022年1月9日現在、このシェアポイントリストのイメージがまだサポートされていません。つまりパワーアップスからはこのイメージ型の列に写真などを登録することができません。このイメージ型は将来的にはパワーアップスでもサポートされるようになるかもしれませんが、ひとまずの回避策としては、もともとある添付ファイル列を使うと良いです。添付ファイル列は、列の設定、列の表示、非表示から選択することで表示することができます。では、ショッピングリストの列を作成していきます。先ほど作成した買うものの列は、編集から削除しておきます。まずは日付列です。列の追加をクリックして日付と時刻を選択します。名前を英語名で入力します。今回時刻は含めません。その他のオプションを開くと、必須項目であるか、1位の値を適用するかの選択もできます。今回日付列は必須項目なので、この列に情報が含まれている必要がありますをはいにしておきます。列の情報を入力したら保存をクリックします。これで日付列が作成されました。同様の手順で他の列も作成していきます。買うものはテキスト型なので、一行テキストを選択します。これも必須項目になります。備考やメモなど長文のテキストを入力したい場合は、複数行テキストを選びます。店 ID もテキスト型になります。これは必須項目ではありませんので、そのまま保存をクリックします。ユーザー列もテキスト型で、これは必須項目になります。このユーザー列はアプリを開いたユーザー自身が登録したデータだけを見せるのに必要になります。ちなみにアプリ上では自分でユーザー名を登録するわけではなく、アプリを開いているユーザー情報を取得して自動でこのリストに登録するようにします。あとは完了フラグと削除フラグですが、これは True False 型なので、シェアポイントリストでははい、いいえを選びます。規定値はいいえにしておきます。ところで、一番左にあるタイトル列はデフォルトで存在する列で、削除することはできません。名前を変えてテキスト型のどれかの列として使っても良いですが、内部名はタイトルになってしまうので今回は使いません。デフォルトでは入力必須項目になっているので、ギアアイコンのリストの設定から入力を任意に変更します。タイトル列の表示も非表示にしておきます。これでショッピングリストが完成しました。他のリストも同じように作成していきます。ショップリストはまずテキスト型でショップ ID を作成します。ショップ ID は自動裁判をしたいので、もともとある ID 列を使うのが簡単です。 ID 列は列の設定、列の表示、非表示から表示することができます。この ID 列はデータを登録すると自動で1から順に裁判してくれます。他の列は同じように作成します。献立リスト、材料管理、レシピ材料リストも同じように作成します。レシピ材料管理リストのレシピ ID と材料 ID は自動裁判するものではなく、レシピ管理の登録時に ID を取ってくるので、元からある ID 列ではなく新たにテキスト型で列を作成しました。カテゴリー管理リストも同様に作成します。優先順位列は数値型になります。優先順位は 1,2,3 などの
整数で入力したいので、小数点以下の桁数は0にします。最後にレシピ管理リストを作成します。これも同じように列名を作成していきます。ファイルはもともとある添付ファイル列を使います。レシピ URL はハイパーリンクを使います。尾行は複数行テキストを使います。このような感じで、SharePoint リストのデータベースが完成しました。データベース設計をしていたので簡単ですね。実はまだ PowerApps での実装が完成していないので、列名やデータ型を後から変更する可能性もあります。最後になりますが、SharePoint リストをデータベースとして使う場合、日本語の列名にしたいときは、最初に列名を英語名で作成した後に日本語名に変えましょう。次回はいよいよ PowerApps でアプリを作っていきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。